ございます。牛蜜時ですよ。ツンツンツン。お、起きた？愚かな人間。バケバケーバー。おはようだ人間。牛蜜時だよ。こぼれ落ちる大和なでしこ、花子とイグサ妖怪です。ねえねえ聞いて、私ね最近ね夜な夜な人間たちに妖怪を紹介して回っているのだけれどそしたらね、令和の時代の人間たちはとっても優しいの。見て見て、前回金太郎さんを思い出してもらった後、ツイッターで人間たちに呼びかけて質問したの。金太郎さん、もしかして妖怪になっていたら嬉しいかなって。そしたら見て見て、なんと 83% もの人間が日本昔話の金太郎さん、妖怪としてこの世にいてくれたらいいなって、アンケートに答えてくれたみんな、ありがとう。これってさ、まだまだ人間が妖怪にワクワクしてくれているってことだよね。戦闘能力ゼロ妖怪でもこの世を生き残れる方法、だんだんつかめてきた。いける気がする。妖怪は人間に噂をしてもらわないと消えてしまうの。有名な妖怪たちは昔から人間に恐れられることで噂になってきたのだけれど、私は妖怪界でのバカ扱いの落ちこぼれ。そんな私もこの前ついに妖怪界のお偉い様に重大任務をもらったの。これで私もビッグな妖怪の仲間入り。よし、私はここから汚名を返上するべくこの任務を遂行する。ということでね、今日君に教えるのは妖怪枕返しさん。ただ枕を返すいたずらをするだけの妖怪だと思っていたら大間違い。真相を知ったらめちゃくちゃ怖い妖怪だから心して聞くのだよ。夜寝ていると枕元にやってくる。勝手に枕をひっくり返したり、人間の頭と足の向きを変えるいたずらをする。夢を見ている人間の魂が体に帰ってこれなくなるように。聞いたことある？漫画ゲゲゲの鬼太郎では子供をさらう悪い妖怪として、ジャンプで人気の漫画ぬらりひょんの孫の単行本21巻ではお茶目ないたずらをしている姿が描かれているよ。よし、シート見ていきますよ。枕返しさんの言い伝えは全国で語られているの。具体的な目撃情報を見ていくと、見た目の姿がめっちゃいろいろあるのだよね。例えば栃木県の大王寺には掛け軸の形で枕返しの幽霊という絵師さんが病気の母を描いた掛け軸があるらしくて、それを飾って眠ると翌朝には枕の位置が変わっていると言われている話とか、あと有名な話で和歌山県では8人の木こりが大きなもみの木を切ったところ、その夜眠っている木こりのもとに木の精が現れて7人の枕を次々にひっくり返したそうな。ところが木こりの中の一人は寝るときにお経を唱える癖があったので、精霊たちはその人の枕を返さずに帰っていたそうな。翌朝、彼以外の7人の全員息途絶えていたそうな、という話もあるのだよね。お寺や神社での伝承も多くて、現代でも枕返しの間という部屋があるお寺や枕返し観音という観音菩薩が祀られている神社もあるのだよ。はい、ここで来ました能力。枕をひっくり返すこと。枕をひっくり返す。枕返しが噂されるようになった訳を紐解いてみません。
まず枕。枕は日本で一番古い歴史の書、古事記にも出てきていて、古くからあるものなのだよ。その頃は眠ると、眠っている人間の体から魂が離れて、夢の世界に行くものだと思われていたので、その時に体から出てきた魂が、あの世に行ってしまうことを防ぐ神聖な道具とされていたのだよ。民族学的にも枕は夢の世界と現実の世界の境界と解釈されていて、持ち主の魂が宿るとも思われていたので、枕をひっくり返したり投げたりすることはとんでもないことだったのだよ。とんでもないことだったのだよ。現代の人間にもわかりやすく言うと、お葬式の時の枕飾りとか、北枕はやめた方がいいという風習もこの信仰から来ているのだよ。もっとわかりやすく言うと、遊戯王のデュエルのデッキみたいな感じかな。デュエリストの魂だよね。なので眠っている人間は体から魂が抜け出している。その状態で枕の表裏や位置を変えられてしまうと、魂が体に戻ってこれなくなってしまうという理由から恐れられてきたのだよね。いたずらどころの騒ぎではないと。でもさ、それ考えたらさ、枕投げしてる現代人やばくない？ご先祖様もびっくりよ。さて人間、よく考えて。枕返しが生まれた時の信仰は、もう現代の人間たちにほとんどなさそうなの。昔はとても恐れをののかれていたけど、今は単なるいたずら妖怪となっている妖怪枕返しさん。枕返しさんの噂、まだまだし続けてこの世にいさせてくれる？それとも噂をなくして消しちゃう？教えて、現代の人間たちの思い。妖怪は知りたいよ。あ、日が昇る。返事を聞きにまた来るね。ドローン。この後ツイッターで、枕返しさんをこの世に残すかどうかアンケートを行います。V ジャンプレイにも連動した記事を更新していくので、それも一緒にチェックしてください。いいねとチャンネル登録での応援よろしくお願いします。また見てね。